こんばんは、はるかせみなです。キラキラ。今日はですね、私お祭りが隣町にあって、それをさっき見に行ってきたんですけれども、でこのなりで行ってきたんですね。このなりで、でまず出かけるときにうちの夫に、その格好で行くのって言われた。嬉しいでしょって頭がおかしい妻で嬉しいでしょって言ったの。そしたら、最高やな、大好きやでって言われて、でこの格好で私夫と娘連れて一緒に祭り行ってきたんですけれども、であれだよね、まあ、当然ながら、まあ、目立つわけよ、こんなでかいのかけてるから。でそれでさ、すごく素敵なお祭りで、もうたまらなくテンション上がったんですけれども、で私すっごい見てたかったから、娘がでもかき氷食べたいって言い始めたので、うちの夫と解散したんですよ。夫と娘と別れて私だけ一人になって、で一人になってね、なんか寂しくなっちゃったから、あ、私も帰ろうと思って、一人でこの格好で歩いて帰ってたら、後ろから、あ、神様だって男の子が声を上げていて、でそれでまあ、振り向かなかったよ、振り向かずにまたそのまま歩いてったの。そしたらまたやんちゃな男の子が、やっば、俺ピカチュウ見つけた、もう絶対に私なの、もう黄色の人間私しかいないから。でそういうことがあって、こう振り返るわけですよね。今までの私だったら多分恥ずかしくて、あー、なんでかっこいいし来ちゃったんだろうとか、あー死にたいとか恥ずかしいとかで、あーとか言ってなったなって思うんです。今までだったらね、今までだったらそうだったんだけど、私やっぱり頭の中がしっかりとおかしくなってってる、脳内の書き換えが行われてるから、もう私がどう捉えたかっていうと、だろって思ったの、本当にマジ普通に。この神様見られてよかったねって思ったし、ピカチュウ見られて嬉しいでしょと思って、私光ですみたいな感じの、本当にそういうメンタルになってた。もう、あー、すげー。でこういう風に変わっていった経緯っていうのが、まず何かっていうと、私今、今ここ能力開花っていう、ハッピーちゃんのプログラムに入ってて、それで今、さっちゃんファンクラブっていう、その、ハッピーちゃんのファンクラブの人たちがね、毎朝、朝晩、瞑想をやってくれてるんですよ。で、それに私もやってて、で、何やってるかっていうと、自分の存在状態を朝決めるっていうことをやってるんですよ。で、私がここ最近ずっと唱えていたマントラは、私は光、私は創造神って言って、ずっと繰り返しやってたの。繰り返し繰り返し毎日毎日やってたし、朝だけじゃなくて、昼間の、もうちょっとした信号待ちの時間とかも、私は光って、言ってたの。声に出したりもしてたし、あ、田舎なんで周りに誰もいないのね。だから別に、私は光、私は創造神って声を出したところで、誰も私のこと頭おかしい女だって思わないの。だから安心して言葉にして繰り返し繰り返し言ったし、家にいる時にもそのマントラを唱えるようにしてたの。これで変わるのかなって、変わったら面白いなって思ってやってたら、そしたらね、このお祭りに行ったら、なんかそういう風に、神様だって言われるし、ピカチュウだって言われて、で、私は、あー、変わってきたなー、現実これ来るなー、私、本当に変わるんだな、きっと、と思って。私ね、なんだっけな、憧れていたものが、エピソードがあって、ハッピーちゃんと、ジンさんと、当時の子宮委員長はるちゃんが3人で下水夜会っていうのをやって、それで、それぞれの頭の中をハッピーちゃんがインタビューしたら、ジンさんは自分のことを、確かね、福山雅治だって思ってるって言ってて、で、子宮委員長はるちゃんは頭の中で、私は神社のご神体だと思ってるって言ってて、それを聞いたハッピーちゃんは、なるほど、自分のことをどう思っているかが大事なんだなって認識したから、自分のことをちょっとやってみよう、頭の中の設定変えてみようと思って、自分のことを、その御祭神っていうのを採用して、やったんだって。そしたら何が起きたかっていうと、
いつもはハッピーちゃんのセミナーに参加する人たちはハッピーちゃんってやってる感じなのに、脳内設定をご神体って決めたら、みんな拝もう拝もうってなったっていうっていう話があって、それを聞いてて、本当に脳内設定があって書き換えることができたら、そんなに目の前の現実って変わるんだ、面白いなっていうのは、もう何年も何年も聞いて、前に聞いてたエピソードなんだけれども、羨ましかったんですよ、私。あ、チロさん、ありがとうございます。これ、びっくりですよね。これね、簡単にでき、これ、100均の材料で作ってありますので、皆さん気軽に作ってください。これ、結束バンドで、作ってあって、カットして、ゴールドスプレーでシューってかけて作っております。愉快な気持ちになりますので、ぜひ皆さん作ってみてください。そう、ハッピーちゃんがね、言ってた話が、私もいつかできたらいいなと思って、脳内の書き換えっていうことが、どうやってその脳内の自分の設定を変えられるかっていうことが、私にはちょっとわからなくて、行動としても続けられなかったっていうのがあるんですね。なんかこう、自分はどういう存在だっていうのを、なんだろうな、心屋でも学んでたんだけど、やっぱ書き換えがなんかそんなスムーズにすぐにできなかったのね。それがこう何回も毎朝、毎夜、私は光、私は世界から愛される存在みたいな感じで、自分の中でずーっと心を込めてるわけじゃなくて、もう繰り返しもう入れていったの。自分の声に出して鼓膜を震わせて、声に出してその時の音で聞こえてくる体感覚とかイメージとかを全部こう染み込ませるようにしてたの。具体的に言うと、五感で味わうようにしてたんですよ。私は光ってやった時に、私がイメージする時には、ゴールドのオーラが、わーって出てるのが、そういう感じで、視覚的なイメージは。私は光。で、音は、こうね、尖ったキーンとした感じの音が広がっていく感じ。私は光、キーンって広がってて、そう、五感で全部味わいましたの。光、じゃあ私光の時のイメージの私の体の感覚はどうなんだろうと思ったら、なんだろう。はっって感じ。はっっていう感じだなっていうの、それを味わうようにしたの。光っていう感じを味わうようにしてたの。面白いよ、やってみて。自分の設定を何でもいい。私は光とか、私は創造神とか、言葉で何回も何回も一日の中で何回も何回も言うだけでも変わるんだけれども、五感で味わってみる。エネルギーだったらどんな感覚なんだろうっていう風に味わってみるっていう、その、五感だったらどんな感じかな、私は光の時の味ってどんな感じなんだろうとかを意図して選んでイメージしていくっていうことをしました。そしたら、なんか、合ってるかとか関係ないですよ。自分の感覚の話だから。それをやってったら、なんか知らないけど、あれれ？ちょっと現実変わり始めてない？みたいなことが、なんか、ポロロロロって出てきたから、あ、これは面白いぞと思って、シェアしております。だって私絶対に今までそのなんか中学生の時とか、うわピカチュウとか言われたりとか、うわ神様みたいじゃん、ウケるのニュアンスで仮に言われたとしても、私絶対落ち込んだはずなのに、トゥデイの私はだろっていう感じになってるから、あ、結構幸せになってきたんだなと思った。だから今私がきっと非難されたりとか陰口を言われたとしても、多分そんなに、まあ、多分言い返すだろうけど、言い返すし、あとは、華麗にスルーできるだろうなと思った。それって、自分に向けられた矢が当たらないって、無敵モードになってるんだなって思って、すごく嬉しい。前、まだヤギサヤちゃんの時の、サヤリンゴちゃんの配信の中で、面白いなと思ってた話があるんだけど、戦時中に、
空襲があって自分の家の周りは全部焼け野原になったのにもかかわらず俺の家だけは焼かれなかったっていうおじいさんがいたんだって。その話をさやりんごちゃん聞いたんだって。その時にさやりんごちゃんは何を思ったかっていうと、私もそうなりたいって思ったんだって。私もどんな風に自分に何か非難があったりとか攻撃されたりとしても、私だけは絶対に私は当たらない存在でありたいっていう話をしてて、面白いこと考えるなと思って聞いてた。あ、本当に決めるんだって、自分で私はどんな存在だっていう風に決めていくんだって。そしたらそれで現実が動き始めて、そうやって現実を受け取れるようになっていくんだっていうのを聞いてるのが、やっと何年も前に聞いたハッピーちゃんの話、何年も前に聞いたさやりんごちゃんの話が、やっとやっと今自分の中でこう体感として目の前に現れて味わえることができるようになってきて、はぁ、地道だったーと思った。こんなに地道なのかと思って。頑固か私と。チロルさん、本気でやった方がいいですよ。本気でやった方がいいですよ。これ、早いですよ。得ですよ。なので、本当に、毎朝のさっちゃんファンクラブのアカウントでは、誰でも参加することが可能なので、ぜひご参加されることをお勧めいたします。毎朝8時にやってますし、今多分やってると思う、夜の10時に、配信してますので、ぜひ参加してみてください。面白い変化が起きてくるし、なんか自分がたくましくなっていってるなっていう感覚が得られるのって、何か、大きなお金が入ってくるのももちろん嬉しいんだけれども、自分の感覚が変わってきたことが、感じ方が変わってきたことが、こんなに嬉しいとは、なんか、思わなかった。なんか予想より嬉しかった。というお話でした。聞いてくださってありがとうございました。春風でした。バイバーイ。